ウィリアム・シンプソンは、スコットランド生まれの画家、イラストレーターである。戦地特派員として、クリミア戦争の戦地などに派遣されて、戦争の実情を伝える、版画原画を描いたり、イギリス王族の外国旅行に随行し、新聞の挿絵の原画を描いた。グラス号の貧しい家に生まれた。父親は、アルコール依存症で、11歳から、 祖母の家で育てられるようになるまで学校へはいけなかった。数年後、グラスゴーの版画出版社の見習いになった。働きながら、アンダソニアン専門学校の夜間コースで学んだ。クリミア戦争が始まり、1854年になって、アルマの戦いの版画の原画を描くことを出版社から依頼され、その後、セバストポリの要塞の占領が見込みがあったので、 報道のための挿絵を現地で描くために、クリミア半島に行くことになった。1854年の11月25日に、クリミア半島に到着したシンプソンは、一般兵士の悲惨な状況を見ることになった。アルマの戦いで勝利はしていたが、その後の様々な作戦の失敗や、準備不足や、輸送の不備は、明白だった。軍のフランス軍と比較すると、兵を、 前線から運搬する車両もなかった。傷病兵はトルコのユスキュダルに作られた軍病院に運ぶ船を港で何日あるいは何週間か待たねばならなかった。輸送船に乗せられた後もユスキュダルまでは2日、船の種類や天候によっては1週間が必要であった。1855年の秋までクリミア半島に滞在しイギリスに送られた。 シンプソンのスケッチは版画にされて出版された。出版されたシンプソンの絵から作られた版画はタイムズの記者のウィリアム・ハワード・ラッセルらの記事でも伝えられた兵士の状況の悲惨さを視覚的に伝えるのに貢献した。クリミア戦争が終わった後も1859年にはインドのインド大反乱の版画集を制作するためにインドに渡り各地をスケッチしたが 出版社が経営何になり、版画集は出版できなくなり、1862年にロンドンに戻った。シンプソンが描いた240点の水彩画のうち、50点だけが版画にされて、後に出版された。1860年代の後半から、イラストレーテドロンドンニュースの仕事をするようになり、皇太子の外国旅行や、不仏戦争、アフガン戦争の場面を描いた。 ありがとうございます。